こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は24式太極拳提案シリーズをお送りいたします。ぜひご覧ください。24式太極拳1番 GC 対立部太極拳の風格受動的な足の開き方を提案します。1番 GC は準備の形右極の姿勢の指ベーシーから左の足を開き返りブーになり手の上げ下げを行う動作になります。左の足を開く際太極拳の風格を持たせる開き方が存在します。それは受動的な足の開き方となります。受動的な足の開き方とは何でしょう。これは虚実をはっきり立て分けると自然と足が動いてしまうということです。指ベーシーから足を開くとき肩幅や腰幅に左の足を開くとイメージしますが作為的な動きになりやすいです。ではどのように虚実をつけて自然に動くかを申し上げます。指ベーシーから右の足に重心をかけ左足が軽くなる状態にします。つまり右足を実左の足を虚にしてしかも左かかとが自然と浮いてしまう状態にします。続いて右足に重心を残しつつ左足先を腰幅につきそこからゆっくりと体重を移動させます。左かかとが自然と浮いてしまって体重を右の足に残し頭の位置を変えずに左足先を腰幅についてから体重移動を行うと太極拳の柔らかな風格が表現できるでしょう。この柔らかな動きには頭の位置を急に横に動かさないことによって相手に動きを悟られづらくする意味合いが隠されています。まとめになります。今回は足の受動的な開き方、太極拳の風格、虚実を用いて自然に動いてしまう方法を提案いたしました。足の受動的な開き方で、皆さんの動きも滑らかで柔らかさを表現することができるでしょう。それでは24式太極拳の通路を一緒に通してみましょう。
今回も最後まで動画をご覧ください。誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。